アレクシス・ド・カスティオン。アレクシス・ド・カスティオンは、フランスの作曲家。病により溶接した。本名は、マリー・アレクシス・ド・カスティオン・デュサンビクトールといい、ラングドックの古い貴族の末裔であった。両親からは、軍人の道に入ることを要望されたが、本人は、軍職を投げ打って音楽に入れ込み、地元とパリで、ピアノと作曲を学んだ。 その後パリ音楽院に進んでビクトールマセに1869年にはセザール・フランクに指示。最初の作品番号が与えられたピアノ五重奏曲はフランクの指導下に作曲されており1865年の修作の公共曲へ蝶々など以前の作品は作者自身によって否認された。虚弱体質のため1873年に病死した。 それでもピアノ曲や室内楽曲、芸術家曲やピアノ競争曲、還元楽曲など、ロベルト・シューマンに影響されたロマン主義的な作品をいくつか残している。また、パリの楽団にも関わりを持ち、とりわけ1871年には、国民音楽協会の創設に協力して、事務局長に就任した。ありがとうございます。